マニーマークとの曲作りはおもちゃ箱みたいな楽器とおもちゃ箱みたいなマークの発想でおもちゃ箱みたい、おもちゃ箱みたい。曲作りのヒントはどこにでもあって何でも音楽に変身できる。それを教えてくれたのはマニーマークでした。 Taking my secrets。小さな部屋を自分たちでスタジオにしました。家だからこそキッチン用具も楽器になりました。